ウルフ・ヘルシャーは、ドイツのバイオリニスト、音楽教師。バーデン北部のヌスロフ法在住。父フェルディナントはバイオリニストで、音楽教育者。母ベティは、古典的な教育を受けた、声楽家であった。弟ウーベは、ウーベ・マルティン・ハイベルクの芸名で、ハンブルク・ブラームス四重相談の第一、バイオリニストとして活動する傍ら、ベルリン芸術大学の教授を務める。 末妹グンヒルトもバイオリニストである。ノイシュタットループレヒト選定講義ムナジウムの教師で、会った父親から、バイオリンの手ほどきを受ける。その後は、ハイデルベルク高等音楽学校にて、ブルーのマスリーットに指示。16歳のトキケルン高等音楽学校にて、マックス・ロスタルの訓導を受け、ディプロマを得て卒業した。3年間アメリカ合衆国に留学し、 インディアナ大学でジョーゼフ・ギンゴールドにカーティス音楽院でイワン・ガラミアンに指示して修行時代を終えた。1970年代から国際的に重要なバイオリニスト並びに室内楽奏者として活躍する。ベルリンフィルハーモニー管弦楽団、BBC 公共楽団、シュターツ・カペレ・ドレスデンなどの主要なオーケストラやルドルフ・ケンペ、バーツラフのイマン、 エサイコールペッカサロネン、ボルフガングサバリッシュ、レナードスラットキン、ホルストシュタイン、ジェフリー・テート、クラウス・テンシテット、ハンス・フォンク、ブルーノ・バイル、若杉・ヒロシ、デイビッド・ジンマンらの著名な指揮者と共演してきた。古典派やロマン派の有名なバイオリン競争曲だけで、なく、シュポアヤ・シューマン、アール・シュトラウス、プフィッツナー、シェック、コルンゴルト、ボルフ・フェラーリ、ジーク・フリート・ワーグナー、 フランケルらの不当に忘れられた競争曲並びに競争的作品もレパートリーに収めている。現代音楽にも積極的に取り組んでおり、1972年にベルリンでハンス・ウェルナー・ヘンツェのバイオリン競争曲第2番のドイツ初演で独奏を担当した。その後もオーレ・シュミットのバイオリン競争曲の初演やビューレンとト・トルキャンのバイオリン競争曲の初演、 ポルカー・ダービッド・キルヒナーのバイオリン競争曲の初演、フランツ・フーンメルのバイオリン競争曲の初演、アリベルト・トライマンのバイオリンとチェロのための二重競争曲の初演を実現させてきた。室内楽の演奏にも携わっており、例えばロストロポービチやビシネフスカヤの共演者として、ショスタ・コービチの作品集を録音している。またミシェル・ベロフトは、シューマンやフランク、アール・シュトラウス、 シマノフスキのバイオリンソナタを録音しており、カール・エンゲルトはシューベルトのバイオリンとピアノのための作品を全曲録音した。ベネディクト・ケイレンとはヒンデミットのバイオリンソナタを録音している。また、ジーク・フリート・マウザーとは、ボルフガングリームのバイオリンとピアノのための作品集を録音した。ハイン・リッシフやクリスティアン・ザハリアスとは、ベートーベンの 三重協奏曲やブラームスのピアノ30奏曲第1番ド長長を録音している。大規模な室内楽団、ウルフ・ヘルシャー・アンサンブルの一員としても演奏に取り組み、ブルフの80奏曲などを録音、上演してきた。また、2006年のモーツァルトイヤーに向けて、室内楽オーケストラ、カメラ・アタ・ディアナを結成し、南西ドイツ放送のテレビ番組で、 モーツァルトのバイオリン競奏曲やバイオリンとオーケストラのための談笑を演奏した。1981年によりカールスルーエ国立高等音楽学校バイオリン科の教授を務める。また国際的な夏季講習会でマスタークラスを主催している。ありがとうございます。